インターネット環境のないエリアで防犯カメラを使うという方法をやります。まず今まで使っていたシステムを紹介します。これが無線 LAN モバイルルーターです。 IO データ、ここに E モバイルのデータカードを挿します。それとLANケーブルでカメラとモバイルルーターを連結します。これによってネット環境のないところでウェブカメラを起動することができてました。ところがこの E モバイルが撤退をしました。よって全くこの1年防犯カメラが起動しておりません。 WiMAX などいろいろ試しはしてみましたけれど、要するにポート開放、グローバル ID、DNS などの設定がこれはできません。よってこの 1年ほどこれができずにおりました。これがカメラの電源です。全く用が足りません。こちらはプラネックスのモバイルルーターです。これも成功してました。こちらはIO データの Wi-Fi ルーターです。これもダメです。この度新しいものを見つけました。これは UQ の、UQ の Wi-Fi ルーターです。
うん、電源入れます。次に、ね、カメラです。 Wi-Fi カメラです。カメラのもう喋ってますね。カメラのパッケージです。非常にシンプルで簡単な設定で、ネット環境のない人が不在の場所で防犯カメラ、ウェブカメラを起動することに成功しました。よってこれをなんかこう箱体に入れて建築現場に置こうとしております。このような箱の中に入れてみました。電源です。UQ。 グループへ名付けました。これもグループ A です。 A グループからこれとこんなものも作りました。これもグループ A です。まず電源を入れてみます。電源入れました。ワンプラグでルーターとカメラの電源です。これも今電源を入れました。おお、動いてますね。これが定点カメラ、やはりグループ A です。電源入れます。
続中杯です。接続しました。ハウリングするので音を止めました。あら、こうか。あ、逆さだな。うん、このカメラの映像がこれです。次に、このカメラにログインします。まあ、こんな感じですね。